スタートしましたまずは池垣障害へと向かう14頭まだ横に広がっています真ん中7番ベストサポーターわずかに出るか外はタガノグルナ最初の障害気越しましたそして11番のブレイクスピアーも出てきて4コーナーを逆に回ります14番タガノグルナ先頭に立って後続を引き離します4馬身5馬身早くもリードを取ります2番番手が7番ベストサポータータこれを かわして11番ブレイクスピアー単独2番手に上がって3コーナーを逆に回ります3コーナーから2コーナーへ4番手、2番、マンのグランプリその後離れて5番手が3番サウスオブボーダーですばらけましたサウスオブボーダーの後ろに5番スプリングボックス1番オブリゲーション向正面1号の池垣続々と飛越していきました先頭は14番、タガノグルナ大逃げの形です向正面2つ目の池垣を飛越しました2番手、11番ブレイクスピアー3番手、7番の 7番のベストサポーターが続いて2コーナーから1コーナーを逆に回っていきます4番手グループがさらに離れて2番、マンのグランプリ3番、サウス・オブ・ボーダーその後が5番、スプリングボックス1番、オブリゲーション中段の位置に13番、シゲル・ローニンアジ並んで8番、西のベイオールフこの間に先頭はもうたすきコースに入ります1コーナーから3コーナーの方向へとたすきを抜けていきます先頭、タガノグルナ3号の池垣を冷やしました2番手、ブレイクスピア今冷やつ、気つ 3番手が7番のベストサポーターです続いてはバンケット高さ2.76メートルのバンケットを登ってタガノグルナ下りますタスキコースを抜けていきます残り1周半となります2番手が大きく離れてブレイクスピア3番手グループを追いついてきました 先頭14番、多賀ノグルナリードは10馬身ぐらいです3コーナー2番手11番、ブレイクスピアー3番手、接近1番、オブリゲーション5番、スプリングボックス5番手が7番、ベストサポーターですその後2番、マンのグランプリ3馬身ン相手3番のサウス・オブ・ボーダーが追走4コーナーからホームストレッチ中段は8番、西のベイオウルフが行って13番、シゲルローニンアチ後方 イケガキを飛越していって12番トゥルーハート9番ハルキストン4番マイネルレオーネ10番クリノライジン最高峰5番のセイウンフォー6番のセイウンフォーカスですチクサク障害飛越しました14番タガノグルナ戦闘、だんだんリードがなくなってきてしかしリードは4馬身。水号障害タガノグルナ戦闘で飛越しました2番手11番ブレイクスピアルのコリーり一周です3番手25番スプリングボックスが上がって1コーナーに入っていきます4番手1番のオブリゲーションその後7番ベストサポーター マンノグランプリは現在6、7番手先頭との差は10馬身近く3番のサウス・オブ・ボーダーと並んでいます向こう上面に再び入っていきます14番、タガノグルナ先頭をキープリードは2馬身2番手、11番ブレイクスピア向こう上面2号のイヤキを比較しました3番手、5番スプリングボックス4番手、1番オブリゲーションその後と9番、ハルキストン5番手まで上がって 池垣を飛躍しましたこの飛躍で11番ブレイクスピアーが先頭に変わって3コーナーのカーブへと入っていきます14番タガノグルナ応戦3番手が5番スプリングボックス3コーナーカーブ4番手は4馬身相手1番ゴブリゲーション9番ハルキストン5番手その後は3番サウスオブボーダー4番マイネルデオーネが追い上げに入って3,4コーナー中間です前の2頭。 盛り返しを図る14番、タガノグルナ、ネジ伏せるか11番、ブレイクスピアー、また先頭に変わるか2頭、並走、3番手が2馬身、5番、スプリングボックス、ダートを横切ります、4番手は5馬身離れて、オブリゲーション、ハルキストン、マイネル・レオーネ、直線コースに入って、11番、ブレイクスピア、先頭、最後のハードルへと向かって、ハードル踏み切って、飛躍しました、2番手、5番、スプリングボックス、並んでくる、3番手、タガノグルナに、9番、ハルキストンが接近、あるいはマイネル・レオーネ、前は5番のスプリングボックス、先頭に変わった、スプリングボックス、差しきて、ゴリ。 2着11番ブレイクスピアー9番ハルキストン3着。